旅行の達人。旅行の達人が運営する LINE アットに登録するとお得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。こんにちは、旅行の達人のリクです。今回はエキゾチック感あふれる神戸のランドマーク、神戸ポートタワーの魅力を探ります。神戸のランドマーク的な存在の神戸ポートタワー、約108メートルの高さを誇る世界で初めてパイプ構造で建設されたランドマークタワーです。シンクの包み型をしたタワーの展望台からは神戸の市街地だけでなく神戸空港、六甲山、淡路島などが一望できます。ただコロナウイルス感染症の関係で神戸ポートタワーでも影響が出る可能性も。現地に行く前に一度状況を確認するようにしましょう。この動画で紹介されていないおすすめがありましたらぜひコメント欄でシェアしてくださいね。神戸ポートタワーって何？神戸ポートタワーはハーバーランドやメリケンパークなど神戸の観光スポットになっているウォーターフロントの中心部にそびえる神戸のランドマーク的な存在のタワーです。昼間は赤い色が港町神戸によく映え、夜になると LED ライトが鮮やかに輝き、そのイルミネーションは神戸の夜景を魅力的に演出しています。展望台として入場することのできる神戸ポートタワー、時間帯によって異なる街並みや夜景を楽しむことができます。神戸ポートタワーの内部は有料ゾーンと無料ゾーンに分かれています。有料ゾーンは主に展望エリア、2階、3階、5階のそれぞれの展望エリアでは異なる高さから神戸の街並みや夜景が楽しめます。特に注目なのが展望3階、フロア全てが特等席になっていて座りながらゆっくりと素敵な港町が堪能できます。また最上階の展望5階では港町と市街地の絶景も、日中の景色も素晴らしいですが夜景でも有名な神戸、ぜひロマンティックな夜景をご堪能ください。天井にも星空の演出がされていますので素敵感もアップしますね。そして神戸ポートタワーの地上1階3階エリアは無料ゾーンになっています。2階は展望エリアへのエレベーター乗り場になっています。1階はチケット売り場にお土産ショップのエリアです。日本全国のランドマークタワーが勢ぞろいしたディスプレイもあり、各タワーの比較が楽しめますよ。スカイウォーク。神戸ポートタワーの展望1階にはスカイウォークがあります。地上75メートルの空中散歩が体験できますよ。スカイウォークでは人が近づくとセンサーが反応して床が透明になるという特殊なガラスになっているんです。そんなスカイウォークがフロアには2箇所設置されていますので高いところがお好きな方はお試しくださいね。足元の絶景が楽しめるスカイウォーク、カップルで来たなら吊り橋効果発動で2人の距離も縮まるかもですね。地上75メートルといえばビルの25階と同じぐらい、高所恐怖症の方はご注意ください。しゃがんで少しでも低い位置から下を見ると少しだけでも恐怖感が和らぐかもしれませんが、高いのには変わりありませんね。ラブラブキータワー。神戸ポートタワーの4階にあるのがラブラブキータワー。カップルには最高のデートスポットです。城前にお二人の名前やメッセージを書いてワイヤーロープに固定して永遠の愛を誓いましょう。2014年12月1日神戸ポートタワーは恋人の聖地にも選定されたんですよ。デートに行かない手はありませんね。ラブラブキータワー以外にも毎月の第1日曜日には神戸プロポーズの日イルミネーションということで神戸ポートタワーがプロポーズのタイミングを演出します。さらにタワーの内部にはハート型のオブジェがあったり、展望台にはカップルシートも設置。カップルで神戸観光に行くなら神戸ポートタワーは外せません。回転喫茶室スカイラウンジ。神戸ポートタワーの展望3階にあるのが回転喫茶室スカイラウンジです。その名の通り床が回転しますので楽しくお茶しながら神戸の街並みが
ぐるっと一望できるんです。一周するのに約20分、椅子に座りながら素敵な景色が見られる、まさに特等席。海や山に加え、オフィスビルや夜景など神戸の様々な表情が楽しめます。回転喫茶室スカイラウンジはゆっくりと床が動く空中の喫茶室。どこに座っても特等席で神戸の景色を堪能しながらお茶やケーキがいただけます。夜は夜景と一緒にビールやカクテル、最高ですね。ゆったりと流れる贅沢な時間はデートにもうってつけですよ。最上階とはまた違った景色が楽しめます。メリケンカフェ。メリケンカフェの正式名称はメリケンギャラリー&カフェ。展示会場にカフェが併設された素敵なおしゃれ空間になっています。店内では定期的にワークショップも開催。写真やアートといった芸術に浸りながらカフェが楽しめますよ。訪れるたびに異なる雰囲気が楽しめるので何度行っても新鮮な気持ちで過ごせるカフェ。営業時間は水曜から金曜日が12時から19時で、土日祝日が12時から18時までの営業となっています。ただし月曜火曜日は定休日ですのでご注意くださいね。港町神戸の絶景。神戸ポートタワーの一番の魅力ともいえるのがやっぱり港町神戸の絶景でしょう。展望台からは神戸の街全体を見渡すことができます。神戸は北側に六甲山系の山々がそびえ、神戸の街並みが広がって海へと続いています。町の景観に加え山から海までの景色が一望できる環境は珍しいです。夜には赤くライトアップされ存在感も増していきます。見る場所によっては神戸オリエンタルホテルと並んでいるように見えるので夜景もより魅力的になりますね。もちろん神戸ポートタワーの展望台から見る神戸の夜景も素晴らしいです。オフィスビルの明かりが幻想的な雰囲気を演出します。神戸は夜景を楽しめる港町、デートスポットにも最適ですので、神戸ポートタワーをメインにしてエリア散策も楽しんでくださいね。美しい外観とライトアップ。神戸ポートタワーの外観は二次曲線断面で鼓のような形状が特徴です。全国にあるたくさんのポートタワーの中でも珍しい形状で美しさに思わず見とれてしまいますね。外観だけでなく構造も注目されていて、当時では世界で初めてのパイプ構造が採用されています。神戸ポートタワーといえばやはり夜のライトアップ。今では当たり前のライトアップですが、実は日本で初めてライトアップがされた建造物なんですよ。神戸のシンボルが輝く魅力的な姿も当然にポートタワーの魅力の一つですね。7040個もの LED 照明が設置され、40種類ものライトアップのパターンがあるそうです。ライトアップの時間帯は毎日日没から23時頃までとなっています。今回はエキゾチック感あふれる神戸のランドマーク、神戸ポートタワーの魅力を探りました。いかがだったでしょうか。神戸ポートタワーは港町神戸のシンボルとしてそびえる神戸で定番のスポットです。ハーバーランドやメリケンパークなどのウォーターフロントの中心に位置しています。展望台に登って眺める神戸の夜景は必見で、思い出に残ること間違いなし。周辺にはホテルやレストランも多くあり、神戸ならではの魅力が詰まったスポットです。今度のお休みにはぜひ神戸ポートタワーを楽しみましょう。旅行の達人が運営する LINE アットに登録するとお得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。